久保さん。まあ僕たちマニアックな生き方でしょうね。一部の人しか、んこんな人生を送れないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。まあ18年前ですね。その一部な生き方に憧れて、いろいろやってきましたけど、今一部な生き方になっております。<laughs> でも一部なマニアックな生き方をして思うことが、マニアック最高ですね。 ヒコさんどうすかマニアックな生き方最高じゃないですか <laughs> 今もマージャン店やってたらね。まあマージャン店もまあマニアックっちゃマニアックですけど、まあ店舗ありますからね。店舗ビジネスってまあ一般ですよね。うん。もう何もないっていうね。そう。カメラはある。パソコンあるっていうね。それで生活していくっていうね <laughs>。マニアックですね。いってらっしゃい。